モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はモンキーフリップロッソの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきます。今日紹介するのはこちら、ブラックフライズ2023年新作モデル、こちらを紹介させていただきます。ついにブラックフライズの新作が入荷してくるシーズンになってきました。今回ブラックフライズは9型の新作と20型の新色をリリース、かなりのボリュームをリリースする形になっております。現在2023年のゴールデンウィーク前なんですけれども、新型がだいたい半分ぐらい入荷納品しております。で、今回はすぐに買えるラインナップを紹介させていただきます。じゃあ早速見ていきましょう。はい、まずはフライチーフ、こちらのモデルになります。デザインはオールセルの台形型モデルですね。台形の形をしたフォルムのフレームになっております。ちょっと四角い感じの、まあ、ヴィンテージライクなデザインをブラックフライズらしく落とし込んだ、そんなモデルになっております。で、このカシメもすごくおしゃれになってますね。で、横、これ特徴的なのが横ですね。まあ、今回もメタルのテンプルにファイヤーパターン、フレームスパターンを落とし込んでいて、で、生地がですね、ここクリア生地を挟んでいるので、黒いフレームにこのちょうど金具が、メタルのパーツが見えるようなおしゃれなデザインになっております。これがフライチーフになりますね。かけるとこんな感じです。サイズは大きすぎず小さすぎずといったサイズ感になっておりますね。結構丸いフレームとかが得意じゃないという方にはおすすめな感じですね。フライチーフ、すごく形がいいのでおすすめです。で、色もいくつかありますが、例えばこちらですね。これはちょっとストーンカラーですね。花崗岩のような綺麗な色合いのブラウン系のカラーになってます。レンズの色もブラウンになりますね。他にはこういったクリアグレーのフレームもあります。レンズはオールドスタイルなグリーン系のカラーのレンズになっております。続いてフライステイシー、こちらのモデルになります。で、形もウェリントンタイプの少し大きめなデザインで、横は少しストレート気味なテンプルになっておりまして、で、レンズが偏光レンズが搭載されております。最近のブラックフライズでよくある感じのデザインなんですが、まあ、結構レンズサイズは大きいので、まあ、偏光レンズにもなってますし、釣りやる方とかにはかなりおすすめになりますね。あとはサイドがストレート寄りなので、バイカーですね、ヘルメットをかぶっていてもスッとこう入るようなテンプルになっております。引っかかりが少ないので簡単にかけ外しができるような作りになっております。これがフライステイシーで、色がちょっとユニークなカラーリングがありますね。こういったちょっとキャッチーなポップなクリームカラーだとか、あとはこんな感じのクリアフレームをマット加工にした質感のアイテムで、久しぶりのこういったミラーレンズっていうのもありますね。これもちょっとかけてみますけど、意外とこのミラーレンズ最近少なかったんで新鮮ですよね。こんな感じでちょっとパンチが効いたカラーリングのサングラスになっております。で、他にもこんな感じでクリアフレームをベースに
グリーン系のカラーのレンズが入っております。これがフライステーシーですね。はい、続いてがフライノバというモデルになります。で、これも、まあ、いわゆるウェイファーラー系の形なんですが、少し吊り上がったフォックスタイプに近い感じのフォルムになっておりまして、でよく見るとここのレンズの部分がテレビジョンカットといって少しへこんでるんですね。ちょっとこういった細かいところ分かりづらいかもしれないですけれども、こういった細かいところの作り込みもしっかりしています。ちょっと80年代じゃないですけど、少しレトロな雰囲気のするデザインになっております。でこれは横がですね、少しこういったロゴが、ブラックフライズのロゴが入った作りになっております。こんな感じですね。すごいレンズシェイプが個性的なんですけれども、ちょっとこういったクラシックなレトロな感じのデザイン、まあ、ブラックフライズらしい形になっております。これはレンズがライト系のブルーになりますね。結構こういう黒系は本当にバイカーシェイプな、バイカーな空気とか、ちょっと硬派な感じがあるんですけれども、今回遊びがある色っていうのが多めな気がしますね。女性でもちょっとかけれるような、ちょっとポップなカラーリングとか、ちょっと遊びのある色、普通のサングラスブランドとかだと最近色味であんまり遊ばなくなっちゃったんで、そこをあえてちょっと遊びのあるパンチの効いたカラーリングっていうのをわざと増やして、よりストリートな感じのテイストが出ているイメージがありますね。フライスティールヘッドというモデルになります。これは本当にザ・ブラックフライズというイメージのフラットなこのレンズシェイプになりますね。まあロークタイプと言われるものになるんだろうかなと思うんですけれども、最近やっぱりこういうモデル他のブランドにはないので、こういうのを探していたっていう方にはもってこいなデザインになります。こんな感じですね。かなりレンズのシェイプは大きめになります。でこのレンズの上ですね、フレームの上がまっすぐになるので、かけるとすごい個性的な感じになります。でカラーリングによってはこういったツヤ消しのブラック、より渋い感じのカラーリングもありますし、逆に色味がすごくポップなカラーリングのテイストもあります。結構こういった振り幅があるのが面白いですね。よりいろんなジャンルのファッションの方でも受け入れられやすいような、そんな感じのデザインが多めですね。でさらにはこちらフライナオミというモデルですね。これはもうベタベタなフォックス系のちょっと吊り上がったデザインなんですけれども、ブラックフライズらしい雰囲気に落とし込んであります。こんな感じですね。で最近、まあ、サングラスのトレンドとしては、もちろんクラシック系のフレームデザイン多いんですけれども、結構だんだん飽きてきてる部分もあって、こういった細めのデザインですね、ちょっと吊り上がった細めのデザインっていうのもじわじわいろんなブランドが出し始めてきております。より、まあ、ブラックフライズらしいストリートなデザインに落とし込んだフォックスタイプのデザインになりますね。カラーリング、これもいくつかありますけれども、まあ、今紹介するのはこんな感じ。こんな感じの艶消しクリアグレーに遊びの効いたオレンジカラーのレンズが入っております。やっぱりこれも同じフレームでもカラーリングが全然違うベクトルなので表情が変わりますね。これがフライナオミというモデルになります。新型で入荷しているのはとりあえずこんな感じで、あとはゴールデンウィーク以降の入荷予定になっております。ただ新型以外にも新色のモデルもいくつか入荷しているので、今からそちらをちょっと紹介
ざっくりしていきますね。これがフライノームの新色になります。いわゆる王道クラシック系のモデルになります。で今回ちょっとこういうクリアグレーとか少し淡い色とかのフレームが多かったりしますね。他にもこのキルゴアというモデルもクリア系のフレームに薄めのカラーレンズみたいな感じで、ちょっとライト系のカラーを意識したモデルカラーリングが多くなっております。これはクラブマンですね。これもクリア系のベージュカラーになっております。あと一色すごい面白いのはマットグリーンですね。ちょっとこんなアーミー系のカラーのフレームっていうのも揃っております。個人的にはすごい好きなカラーリングになりますね。で今回のブラックフライズ全体的に見ると、まあ、キーワードはまずクラシックとストリートの融合で、色味も、まあ、黒とか王道なカラーは多いんですけれども、クリア系のカラーとかちょっと派手なパンチのあるカラーっていうのも一部あって、まあ、ブラックフライズ昔から好きな方以外の結構ストリートの10代20代とかの、まあ、新しい世代のファッションにも受け入れられるようなちょっと変わったカラーリングとかデザインっていうのがたくさん揃ってきているような感覚がしますので、まあ、ブラックフライズ、まあ、今まで知らなかったような方でもぜひチャレンジしていただけると嬉しいと思います。で今紹介したモデル以外にまだ4モデル入荷してないモデルがあります。だいたい5月以降の入荷予定なんですけれども、せっかくゴールデンウィークということなので、今回ブラックフライズから特別に許可をいただきまして、新型を全バリエーションモンキーフリップロストに並べます。まあ、実際には入荷してないのでサンプルの商品が並ぶんですけれども、まあ、ここでずらっと並ぶ商品を見ていただいて、でその中からお気に入りの1本を選んでいただいて、で入荷はまだしてない商品に関しては商品入荷次第お渡しさせていただくような流れで対応していきたいと思ってます。ぜひこの機会をお見逃しなく。でもしかしたら新型以外にも新色とかもちょっと並べられる範囲で並ぶので、多分バリエーション的には30バリエーション以上、もしかしたら50ぐらいいくかもしれないんですけれども、かなりずらずらずらっといっぱい並びますので、だいぶ見応えのあるトランクショーになると思います。期間中に制約の方にはブラックフライズのステッカーをお渡しする予定ですので、こちらもぜひゲットしてください。はい、本日はモンキーフリップロストの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきました。チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた。